非メバロン酸経路は、イソプレノイドの出発物質となる、イソペンペニルにン酸とジメチルアリルにン酸の生、合成経路である。イップとダマップの合成には他にもメバロン酸回路が、知られている。代謝中間体として 2C メチル D、エリトリトールマイナス4リン酸および1で起きし、D キシルロースマイナス5リン酸を生合成する、ことから、MEP 経路、DXP 経路、 ドックスプケイロ、MEP、ドックスプケイロ、または発見者の名前をとって、ローマーカイロとも呼ばれる。非、メバロン酸カイロは主に細菌に分布している。しかし、光合成を行う、深刻生物が持つ、葉緑体は、細胞内共生によって取り込んだ、シアノバクテリア由来の非、メバロン酸カイロを保持している。アピコンプレックスモンの原生動物も、非、 メバロン酸経路を持つ。一方で、光合成深刻生物の細胞質及び、光合成をしない他の深刻生物は、メバロン酸経路を利用している。光合成深刻生物を除けば、非、メバロン酸経路は細菌にしか分布していない。合成される、一部及びダマップは、タンパク質のプレニル化、細胞膜の調整、ホルモン、 脂質固定タンパク質そして、N グリコシルカなど様々な生合成経路に使われる、イソプレノイド化合物の基礎となる重要な分子である。反応は、以下の通りである、非、メバロン酸経路は、メバロン酸経路とはほぼ共通点が存在しないが、4次ホスホシチジル -2C メチル D、エリトリトールキナーゼのみ、メバロン酸経路に含まれる一部の酵素と相当で、 同じ GHMP 酵素ファミリーに属する。ホスミドマイシンは、非、メバロン酸経路の鍵酵素、DXP レダクトイソメラーゼを阻害するため、抗生物質や、抗マラリア薬の代替となる。ありがとうございます。